チャオ、プリンスコーです。先日ですね、この吊るし人がちょっとつまらないリーディングになってしまいますというちょっとお悩みにね、お答えした動画をお送りしたんですけれども、ちょっとそれに反響がありましてですね、私はどちらかといえばこの忍者のカードがちょっとこう面白くないというかね、いまいち、パッとしないようなリーディングになってしまいます。忍者についてもちょっとやってほしいですというようなご意見がね、2件ほどね、ありましたので、ちょっとね、今回は忍者についてね、リーディングのコツについてね、ちょっとお送りしたいと思います。そう、忍者のカード、確かにこう見た通りね、とてもね、地味なカードになっていますよね。こう色使い的にもね、こうグレー主体で、こう黒いね、黒というか、グレー、黒に近いグレーのマントをね、まとっている老人がこうただこう立っているだけのシーン。そう、タロットカードね、全体的にこう華々しいカードがね、多いですよね。こう順番的に恋人から始めると、恋人はね、とてもこう魅惑的な、こうロマンチックなね、こう男女の営みが描かれていて、次のこの戦車ではですね、この若々しくこう勇ましい戦士がこうね、これから戦いに赴くようなシーンで、次の力ではですね、こう乙女がですね、こう猛獣をね、こううまくこう操ってるっていう、ちょっとアグレッシブなそういうシーン。そしてその次が、この忍者という形で、ちょっと急にね、こう老人がこうただ立っているだけのこうシーンということになって、あららっていう感じでね、ちょっとトーンダウンしちゃうっていうようなね、そういうところもありますけれども、実際忍者はですね、見た目ほどね、そんな地味なカードではないと思いますね。こうカードの方ね、ちょっと見ていただく通り、この老人がですね、このグレーのローブをまとってね、この険しい山の頂き、頂上の上にね、こう立っている。そして手元にはね、このランタン、この真実を映すランタン。ランタンの中にはね、この六母星といって、物事の真理、物事の断り、真実を表すような、そういう光り輝くものがランタンの中に描かれている。そして片手にはですね、こう黄色に輝く、ワンド。もうとてもパワーにあふれるアイテムなんですよね。その二つのね、アイテムを持っていることで、もうこの老人というか、忍者はね、もう全然この見た目に反してこう地味な性格ではないということが言えると思いますね。というものもですね、この忍者はですね、この手元のこのランタンの中の真実をもとにしてですね、ずっとこう歩み進んできて、なんとこの険しい山の頂上にやっと到達することができた。で、到達したにもかかわらず、こう手元のランタンをね、こう辺りをかざして、まだまだ私はこんなものではないという形で、こう謙虚にね、捉えて、自分自身の追求のね、その旅をやめないような姿なんですよね。そう、パッと見に反してね、やってることはね、もうすごい、ものすごいことをやってるんですよね。この山も相当高そうですよね。暗闇の中をね、このランプ一つ、この真実のランプ一つで登ってきて、達成した後ということなんですよね。そう、そう考えるとね、この老人のこの忍者の持ってるね、ものっていうのはものすごいもの。なんていうか、ちょっとね、この忍者ね、手元にね、持ってる、そのものの凄さにまだちょっと気がついてないっていう側面があるんですよね。こう自分はまだまだ、こんなものではない。こう、この頂上に着いたけれども、私の真理追求の旅はまだ終わっていないという形でですね、ちょっと自分自身ね、すごいのに、過小評価してるというかね、もっとこう、ね、すごいんだ自分はと思っていいのに、こう自分自身のね、内側の心の内面に引きこもってるというような、状態ですね。何と言いましょうか。手元に真実があるのに、その手元の価値にまだちょっと気がついていないという状態ですかね。ちょっと皆さん、ちょっとこう、昔ね、童話でね、青い鳥っていう童話ね、絵本か何かでね、読んだことがあると思うんですけれども、そう、この、ちょっと簡単にあらすじを言いますと、こう、兄弟、こう、お兄さんと妹がいてね、本当にこう、幸せになりたい。こう、幸せになるためには、伝説の青い鳥を捕まえて家に持ち帰れば、自分たちは幸せになるということで旅を続けてね、こうものすごくいろんなところへ旅して、でも真実のこの幸せな青い鳥は捕まえることができなくて、仕方なくね、お家に帰ってきたら、うちで飼っていた白い鳥がね、なんと青くなっていたということでね、こう幸せな青い鳥は実は自分の家の中にいた、幸せは家の中にあるということに気がついたという童話なんですけれども、ちょっとそのことをね、僕はこの忍者を見るとね、思い出すんですよね。手元にはね、もう真実の真理を追求したものすごいアイテムのこのランタンを持っているのに、自分のそのやったことの価値にまだちょっと気がついていないというかね、自分自身の価値を見出していないというような姿ですね。そう、そのことを考えると、こう、なんというかね、ご質問者様はこう、
真理追求のちょっとこう旅、こうこれからそのきつい旅というかね、このなんというか地味なね、自分自身の内面をこう問いかける旅に出なきゃいけないのかなっていう、そういうちょっとね、あまりつまんないような要素を、重点的に考えちゃってるのかもしれないですね。でもこのカードのね、このランタンの、この真理の真実のランタンが表す通りね、もうあなたはね、実際もうものすごく真理の真実、最終的な局面のね、求めていた答えがもう手元にあるということで、もうすぐ近くにね、もうそのパワーをね、使うことができる状態にあるということを考えればね、もうあとはね、真理の追求の旅を終えた自分をね、今後どうやって生かしていくか、その、自分自身のね、この内面の、その真理の、この真実を解き明かしたパワーをね、どういうふうに今後生かしていくか、ということを考えるとね、そういう観点でね、こう、リーニングを進めていくとね、決してちょっとこう、こもってね、こう、追求の旅、こう、鍛錬の旅、そういうつまらない旅なのかな、という考えはね、なくなってね、自分のこの真理の追求をこう、解き明かした自分を生かしていくっていう、そういうね、観点で見れば、このカードもね、決してこう、ちょっと退屈でつまらないような、そういうことにはならないと思いますので、そのことを考えた上でのリーディングもちょっと付け加えてね、今後ちょっと頑張っていってやってみてくださいね。それではね、今回のレッスンはこれまでです。また次のレッスンでお会いいたしましょう。チャオ。